見るだけ観光リサーチ天の橋立て。宮城県の松島、広島県の宮島と並ぶ日本三景の一つとして有名な天の橋立て。天の橋立てね、あれ結局なんだっけそれという方多いのではないでしょうか。場所は京都府の日本海に面したここ。全長約 3.6km、 幅約 20m から 170m、 約8000本の松が生い茂る世にも奇妙な観光地。成り立ちは日本を作ったとされる神イザナギが作ったはしごが倒れてしまい、それが天の橋立になったとのことです。現実的には日本海を流れる対馬海流が宮津湾へ運んできた砂と、阿蘇海に流れ出る野田川の土砂とが何千年もの時間をかけて堆積して現在のような地形を作り出したとされています。魅力は綺麗な海と砂浜、そしてそれらを見ながらの森林浴です。端っこにレンタルサイクルがあり300円くらいなので借りた方がいいです。長さが約 4km あるので徒歩はかなりしんどかったです。天の橋立の中にひっそりと佇む天の橋立神社は恋愛成就のパワースポットとして人気ですので、ぜひ。でもよく見る上からの写真ってどこで撮れるのと思いますよね。それが天の橋立ビューランド。800円ぐらい払ってモノレールまたはリフトで登ると行ける遊園地みたいなところです。最高の絶景ポイントで天の橋立の全貌を眺めることができます。またを覗いて眺めることで天地が逆転し、まるで松林が天にかかるような景色に見えることで広まったというまた覗きという見方が有名です。絶景ポイントは公式には4つあるそうなので、制覇したい方は概要欄からぜひ。天の橋立の観光所要時間は1から2時間ほどかと、駐車場はかなりあります。そうしてビューティフルなブルーオーシャンに浮かぶ神秘のグリーンドラゴン、それが日本三景天の橋立。ぜひ皆さんもビュータイム。細かい情報は概要欄に載せています。チャンネル登録よろしくお願いします。